どうも、大阪のセレクトショップロココの小谷です。今回はグッドオンから最も定番な 5.5 オンスの T シャツを紹介します。ロココでのグッドオンの展開数は約90型とかなり豊富で、たくさんのアイテムに触れてきたうちだからこそ愛情たっぷりに伝えられる部分があるんじゃないかなと思います。グッドオンといえば日本製のしっかりとした作りでコスパ良し、そして空張りが豊富という魅力がありますが、ここは絶対知ってほしいなという部分を抑えました。目次はこんな感じです。今回も3つのポイントに絞りました。商品についてご質問などありましたら気軽にコメントください。それでは行ってみましょう。ポイント1、高品質の USA コットン。綿 100% の 5.5 オンス生地には肌に優しく強度にも優れた高品質の USA コットンを使用しています。このアメリカ綿は繊維の中心がマカロニみたいに中空になっているので、内側の水分を吸い取って外側へ発散する性質があるんです。ドライな質感はそこから来ているんですね。薄すぎず厚すぎずしっかりとしているので安心感があります。1枚はもちろん秋冬のインナーとしても最高、1年中人気なわけです。ポイント2、育てるピグメント染め。グッドオンの顔と言われるのがこの顔料染め、いわゆるピグメント染めです。繊維の奥まで浸透させずにあえて表面だけを着色していくので、着用と洗濯を繰り返すごとにヴィンテージのような風合いになります。職人さんの手によって染色、洗い、乾燥と仕上がるのに約10時間もかかるらしいですよ。加工の工程で水を吸って乾燥させる際に特徴的な毛羽が立つのでギュッと目が詰まるんですね。これがピグメント染めと抜群に相性がいいんです。では新品と数年着用したものを比較してみましょう。まずはピグメントナチュラル、左が新品、右が約2年着用したものです。全体的にホワイトに近づいている感じがします。表面の色が落ち、繊維本来の白い部分が出てきているんですね。次にピグメントネイビー、左が新品、右が約4年着用したものです。濃いカラーは経年変化が分かりやすいですよね。結構ヴィンテージ感がいい感じに出ています。最後にピグメントブラック、左が新品、右が約5年着用したものです。ここの縫製の部分、いわゆる当たりが本当にデニムみたいで渋いですよね。色落ちはちょっと苦手かもと思う方にはホワイトがおすすめです。ピグメントと違い色落ちしにくい反応染め、リアクティブダイを施しているのでずっとこの白さを保ってくれます。ちなみに空張りはなんと17色、その中でもロココでしか手に入らない別注カラーはこちら、ありそうでなかった色合いに仕上げているのでグッドオンファンの方にはぜひ手に取っていただきたいです。ポイント3つ目、10年着られる頑丈な縫製。グッドオンの製品は生産過程上高い耐久性が求められます。染め釜や洗濯、乾燥機内で製品同士が引っ張り合い、ねじれ合い、擦れ合うことで縫い目に大きな負担がかかるため高いレベルの強度ある縫製が行われています。こういったパーツのつなぎ目には2本針のカバーシームで縫われています。これによって実際着用する時の伸び、型崩れ、パンクを防止するんですね。右側が5年着用したものなんですが、こんな感じで耐久性は健在です。これが10年着られる T シャツと言われるゆえんなんですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。詳細は商品ページリンクからご覧ください。このアイテムを気になっていただけたらヘビーオンス T シャツの動画もぜひチェックしてみてくださいね。この動画がいいなと思ってもらえましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。